これがマジックポーションです。残ったマジックポーション。少ねえなって思うかもしれないですけれども、意外といますね。100は余裕でいますね。はい、皆さんどうもこんにちは。ピピン AP 生き物のチャンネルです。顔が近。今日はですね、またダンゴムシ。またダンゴムシのリセットをします。今日はマジックポーションです。ね、このマジックポーションをね、一粒食べればもう一瞬のうちに回復するっていうマジックポイントが、はい、そんなことはないっていうことなんですけれども、ではですね、またですね、恒例となったかな、これダンゴムシリセット大会また開催していこうと思います。 T プラス T マイナス、T アクティブ、 T ネガティブ、 T プラスとマイナスですね。正式にはアクティブと、ネガティブっていう言い方をするらしいんですけれども、がいますね、オカダンゴムシ。はい、でその中でも私大好きな品種がこのマジックポーションっていうやつ。見てくださいよ、これもうリセットせえっていうね、はい、感じなんです。もうね、リセットしないといけないんですよこれで。数も増えてきたんで、リセットでリセットついでに大きいケースに移していこうと思います。はい、今回もですね、私のスーパーズボラリセット方法が通用するのか、ぜひとも皆さん見ていてください。で先に飼育環境の方をお伝えしましょう。はい、皆さん多分ね、そんなリセットなんかより飼育環境の方が気になるわっていう方多いと思うので、先に詳しくお伝えしていこうと思います。マジックポーションをね、飼育ですけれども、ズバリですね、めちゃくちゃ簡単です。はい、気にすることはほとんどないですけど、乾かさなければほぼ死なないというね、そこらにいるダンゴムシとほとんど変わらない飼育方法です。今回はクリアスライダーを大きいサイズに移して飼育していこうと思います。私のスタンダード飼育法でして、こんな感じですね。水苔を1個置いておきます。でここに下水をする感じです、いつもですね。はい、目がけて、で他のエリア、腐葉土です。はい。一応私はですね、今回バーク入りの腐葉土を使ってみることにしますが、腐葉土が一番安定ですね。ただ、コバエが湧きます。はい。気をつけないと。で、それとですね、餌なんですけれども、餌はね、フレークフードが一番安定です。これがよく食べます。で、少し栄養に気を使いたいなっていう方は、レプトミン。カルシウムが豊富ですね。亀の餌なんて。時々これを振りかけます。マルベリーカルシウム。月夜のファームさんから出ているコオロギとか冷凍マウスとかの、製造を行っているところですけれども、これが非常にいいです。クワの葉っぱを顆粒にしたものですね。はい、であとはですね、一工夫するとすれば、床材の腐葉土のところにサンゴ砂、熱帯魚屋さんで売ってると思うサンゴ砂を少し混ぜる。そうすると土壌のね、土壌ニョロニョロじゃないですよ、このね、腐葉土の中のpH、pH がですね、下がりにくくなります。どうしても pH が下が、pH が下がってしまうと、ダンゴムシの体、カルシウムでできているので、溶け出してしまうんですね。で、殻の形成が難しくなってくると、脱皮不全を起こしたりとか、そういう可能性が考えられますので、サンゴ砂とか、あとは、ゼオライトとかですね、加水をしても、こもりにくくなる。ゼオライト。などを入れると、いいかなと思います。はい、であんまりこう時間が経ってきて、このぐらい私は腐葉土入れるんですが、それが半分ぐらいになるとほとんど分解されてなくなってます。そうなったらリセット。はい、ではですね、こんなところで説明は終わりです。あとはどうやってリセットするのか、どうぞ最後までご視聴よろしくお願いいたします。はい、それではやっていこうと思いますね。はい、マジックポーションです。去年のね、12月に、去年じゃねえし、もう一昨年だ。2019年の12月からって書いてある。で導入しまして、ここまで増えました。はい。最初増え渋ったんですよ、これ実は。明る。最初ね、ちょっと増え渋ったんですけれども、だいぶですね、調子ついてきました。私の動画何回もやってるんですけど、もう何回もやります。このボールをね、使います。まず、リセットの手順としてはですね、このように、としてですね、
一応これは再利用します。うんことかついててもそのうんこがね少し大事な時があるので私は一緒に移しちゃいますね。白飛びする？じゃ白飛びしてんな。ちょっと分かりづらいかな。はい、じゃあちょっとカメラ明るくしましたんでこれでやっていこうと思います。マジックポーションはですねオカタンゴムシのまあ突然変異なのかな、あのそこらにもいるみたいなんですよ、時々まれに。はい、こんなような感じのものです。透き通った白を基調としたね、でなんていうのかな、黒い点がねあったり黄色い点があったり非常に美しいダンゴムシです。これね大きくなるとすごいね見栄えのねするねダンゴムシでねかっこいいんですよ。でねなんかねうちで飼ってるのね、あのマジックポーションって最初なんか黄色い斑点がねいっぱいあったんですけど、なんかねなんかみんななくなっちゃってきて、え嘘でしょって思ったんですけど、ネガティブにみんななっちゃったのかなと思ったんですけど、よーく見るとネガティブにはないその上のねこの斑紋が、斑紋っていうかは残ってるんですね。はい、これどうしようかな。まあ一応このままちょっと類題をずっと継続していこうと思うんですけれども、ちょっとね私あのこの黄色いさあの点々がさ好きなんだよね。うん、そうそう、それをねそれがなんか消えてきちゃっててなんかちょっと悲しい感じがするんですよ。うん、まあこんな感じです。はい、でまずこうやってねあのまあ中に入れているあのものをねどかしたらですね、次にやるのはですね、はい、ここにケースにねこれですよ。あ、最初洗いのからいこうか。これちょっと汚れてすまんなんです。あ、でもこれどうしようかな、むちゃくちゃ分解が進んでしまってるんで、これだったらほとんどすり抜けちゃうんですよね。どうしようかな、これもなしで。本当はこれをやってもっと大きいのを除去します、最初に。はい、で次の段階ですね、これです。このぐらいの網目ですね。はい、園芸屋さん行ってあのホームセンターとか行って3枚セットとかでこれ売ってるやつですね。はい、でこれを入れます。ほら見て、いっぱい出てきた。ほらこの白いの全部ねダンゴムシですよ。なぜか中に落ち葉入ってるし、うわいっぱいいるな、中にいっぱいいるな。よしよし、いました。ここからが腕の見せどころです。噛んだ時点でもう終わりだな。かなりネリネリしちゃってますね。これじゃあね遅いんです。あとはこういうふうにシェイクするだけです。シェイクシェイク、ビビーダみたい、めちゃくちゃビビーダみたい。でここでですね、あのこんなに振ったらダンゴムシ死んでまうやろって思う人が結構いると思うんですけれども、あの死んでまわないんですねこれがね。はい、で一応ですねここ下に落ちてるダンゴムシいないかなって見るんですよ。ケースのその中のその発育の状況によっては、生まれたタイミング、ダンゴムシってね私ちょっと個人で思うんですけれども繁殖周期っていうのがあると思っていて、生まれる時は生まれるんですけど生まれない時は生まれないんですよね。でまあこれだけあれば繁殖周期っていうのはだいぶずれてくると思うんですけれども、今回ですねあのこのマジックポーションの場合は生まれる時は生まれてきて生まれない時は生まれてこない期間が明確にありました。ですので今はちょうど生まれてこない時期ですね。そろそろ生まれてくると思うんですけど、あとはねリセットがね引き金になってね産む時があります。ですので、一応この下に落ちた下にほとんど何もなければこれも全部捨てちゃいます。はい、で念には念を入れてこれ捨てるときビニールかなんかに縛って冷凍庫にずっと入れといて燃えるゴミのときに捨てます。出ちゃったらまずいんで、はい、
で、こんな感じでやってもらって、これね、このでっかいのはね、捨てましょう。意外といるね、マジックポーション。よし、いっか、これで。よし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 。できました。はい、これがですね、マジックポーションの、マジックポーションです。のって何って、うん、ほとんどいない。今回リセットクソ簡単でしたね。もうこれで終わりですよ。はい、これがマジックポーションです。残ったマジックポーション少ねえなーって思うかもしれないですけれども、意外といますね。100は余裕でいますね。汚くなっちゃったからちょっとわからないけど、100は余裕でいるマジックポーションで、もう終わりなんですよ。でね、ここの新しいケースに、まずは、まずどっちでもいいけどね、このね、入れていきますね。はい、でいきます。いいですね。で、このね、綺麗なマジックポーションのビビダーみたいですね、これね、これ入れていきます。はい、そしてちょっとこれ脇にずらそうかな。はい、でこれですね。本当に分けたければこれ全部ね、中身細いの全部取って分けるっていう手もありますね。暇だから取りましょうかですね、これね。暇じゃないんですけど、これをね、まあ、全部取ることによって最初の頃なんかすごく高かったイメージだけど、今だいぶこなれてきて、もうね、やばいぐらいな値段になっちゃってますけれども、すごいね、これはいいダンゴムシですね。飼育の仕方も岡ダンゴムシ日本のやつと同じなんで、めちゃくちゃ簡単ですし、ちょっとあれかな、やっぱりリセットを必要とするしますね、岡ダンゴムシ系は。うん、潜るダンゴムシ、まあ、全般的に大体潜るんですけど、潜りがちのダンゴムシはリセットが大事かもしれない。あ、もうダメだ、めんどくさいはい、もうこれでいいです。はい、じゃあ入れましょう。はい、ではね、全段投入です。ロロロロロロ、うわー、すごい、全部マジックポーションですよ。 MP めっちゃ回復するやろこれ。みんな潜っちゃいましたね。マジックポーション。こんな感じです。はい。ね、めちゃめちゃ簡単でしたでしょう。腐葉土ですね。食べちゃったら、またリセットする。繰り返しです。さっきのやり方だと一瞬で終わりますので、簡単だと思います。ではまた、他のダンゴムシのね、リセットをするときとか、また、地獄のリセットと言いつつ全然地獄じゃないリセットをしていきますので、皆さんどうかよろしくお願いいたします。はい、では今日はこの辺ですね。また次の動画でお会いいたしましょう。